はい、今日はチャトラ君を捕まえてこっち上の部屋に入れました。本当やったらこれここにあるやつもう一個ゲージを組む予定やってんけど、天井がなかったんと、それでまあここにおったこの前捕まえた新人新しい子、これとこのチャトラ君と、まあ、まあビデオ前のビデオ見てもうたら分かると思うけど、ここにこの子はあの元々一緒のとこにおったやつやから一緒に出ました。でまあここは変わらずで、ここも元々その兄弟やったんで同じ場所で捕まえたやつで、多分おそらく兄弟や思いますよ、この3匹は、うん、これをまあ入れた、初めはぁ言うてたけどもう慣れてるんかな、もう、うん、仲良しと思う、喧嘩はしてないからね、初めはぁはぁ言うとったけどちょっとだけまあ慣れてる感じですね。ちょっと今回これこの2匹、この2匹はあのまあ去勢手術と避妊手術の申し込みを12月の頭の日曜日やったかな、2日か5日か、いや分からんけどその日ぐらいにあの無事取れることができました。それでまあこの子キジトラ君も、あキジトラちゃんもメス、これもあの今度避妊手術する予定です。まあ3匹予定予約入れた感じかな。まあ、だけどちょっと狭いよね部屋が、ここがちょっと、うん、寒いかもわからんね。まあなんとかまた考えます。以上です。